北海道代表富良野小サッカー部キャプテン松山光、わずか11人の部員で激しい練習を続け、念願の全国大会初出場を果たした。努力のサッカー少年であり、美咲、松山、みんな、美咲の元チームメイトでもある。松山は食堂で偶然ぶつかった明和 FC の日向小次郎に殴られ、喧嘩に発展しかかる。富良野と明和はこの因縁に導かれるように準決勝で相対する。日向小次郎、食堂での借り返してやるぜ。何がチームプレイだ。そんなサッカー、この俺が叩き潰してやる。松山と日向両エースの一騎打ちは試合開始早々実現した。覚悟しろよ、ヒューガ。こいつ、なかなかやるぜ。圧倒的エースストライカーヒューガを中心としたプレイスタイルの明和に、根性とチームワークで対抗する富良野。お前のスライディングタックル、破ったぜ。貴様、わざと足を。見てろよ、ヒューガ。サッカーは一人じゃできっこないんだ。お前のワンマンチーム明和は俺たち富良野が必ず倒してやる。明和が取れば富良野が取り返す一進一退の攻防。後半、松山は怪我した足を引っ掛けられ痛みに叫ぶ。くそ、こんなことで負けてたまるかよ。俺たちは練習量ではどこにも負けない。あの雪の中、厳しい寒さの中の練習に比べれば、こんなの辛さのうちに入らないぜ。富良野はその後もガッツとチームワークで徐々に明和を押していき、試合終了間際、明和のハンドにより同点の状態で PK のチャンスを得る。この俺がこんなところで負けるのか。この PK はみんなで得た PK だ。だからここはみんなで全員の気持ちで一緒に蹴るんだ。ついにヒューが追い詰めた松山たち。しかし、キーパー交代だ。明和の不死身のキーパー若島津の登場によりゴールならず。ただひたすらに勝利のみに向かってゴールを目指すヒューガの渾身のシュートにより富良野は敗退。涙を流すチームメイトに松山は言う。泣くなみんな、俺たちは今日まで精一杯努力し精一杯戦ってきたんじゃないか。胸を張って北海道に帰ろう。また松山は懸命に戦うヒューガの姿を目の当たりにし、ヒューガ、お前のことをなんだかんだ言ってきたが、お前もお前なりに精一杯戦ってるんだな。今日一緒に戦ってそれが分かった。そして今日は俺たちが負けた。でもいつの日かまた勝負だぞ、日向小次郎。心の中で再戦を望むのだった。大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会も、ついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に、大会3連覇を目指す、前回覇者、静岡代表、南葛中学。チームワーク抜群、キャプテン松山が引っ張る、北海道代表、富良野中学。地元、埼玉代表。かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学。エース日向小次郎抜きに、ここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園。キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩。
激闘の準決勝の幕が今上がる。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し、明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手ゴールキーパー若島津君、東邦学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方、東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待て、ヒューガ。この試合、お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。これは監督命令だ。命令、命令、命令、命令。あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。何？なぜ、なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるな。みんな、たかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれ、みんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞ。みんな、キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーはそれしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞ、この試合。ああ、みんな。あっと、ここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田くんのパスを反町くんが決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津くんのシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよ、キャプテン。ヒューガさん、よし、よくやった。よくやってくれた、みんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ。それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。くそ、ヒューガのいない東邦なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合、ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東邦はやはりヒューガだよ。たけし、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、明和 FC の後輩。はい。若島津、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。明和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東邦はこれまでヒューガ君がいない分、それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし
初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今、東方の選手全員恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい、うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこちらはそれ以上に粘るんだ。いいな？はい。大丈夫か翼、怪我の方は？うん、足も肩も昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼がそこまで燃えてるんじゃ俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。ああ、今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。その難敵南葛、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空翼だ。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。どうしたマネージャー。あれ、マネージャー何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。ハチマキ？でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。あ、へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、賛成賛成。なんか気合入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山くん、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。あ、ほんとだ。ありがとうなマネージャー。さあ、間もなく始まります準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東方と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員ハチマキを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野サッカーの集大成打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山くん、俺は負けないよ。あと2つ必ず勝つ。
俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力必ず実らせる。勝って、松山君。翼君、怪我がひどくなりませんように。行くぞ翼。今日の幕が開けました。怪我をしていても容赦はしない。勝負を避けた。俺は負けないよ、松山君。みんな、キャプテンもフォローだ。俺たちも翼に頼るだけじゃない。南葛のチーム力見せてやろうぜ。ここは勝負を避けた。中盤を制する者が試合を制する。決めた。中盤は支配させない。伊沢くん、ここは勝負を避けた。まだじゃ。決まった。ここはパスを出した。ここは抜かせません。なんか、これは戦い方を変えてきたようです。いくぞ。翼くん、ヒッターのシュートを放った。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破りゴールへ。加藤くん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。激しいタックル。長野くん、スペースにパスを出した。翼くん、お箱のヒールリフトだ。松田くん、ボールダッシュ成功。松田とぶつかっていった。ここはパスを出した。松田くん、ボールを奪うことができません。翼くん、ここからチャンスを作れるか。小野くん、これをブロックに行く。あと、ブロックを粉砕。加藤くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。よし、勇ましい突破だ。与田くん、素早く横にかわす。チャンスが決まった。ここはパスを出した。いけ。松山くん、ボールを奪った。よし、翼くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。また佐世くん、激しいタックル。キスリくん、伊沢くん、横にかわしてみた。チャージが決まった。翼くん、ここは抜かせません。佐久くん、ここはパスを出した。近藤くん、ボールダッシュ成功。素早く横にかわす。かわして振り切った。ドリブルで突破。伊沢くん、タックルを決めた。ここでオフサイドの判定。もらった。気づき、フラノ、この位置からのフリーキック。松田くん、パスで来ました。近藤くん、クリックを待つ。キスギくん、タックルを決めた。力をためて強烈なシュート。加藤くん、これはキャッチできない。さあ、ボールを抑えた。長野くん、ここは抜かせません。翼くん、センタリングに合わせる。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。小田くん、このボールをコントロール。若松くん、パスを出す。岩見くん、激しいタックル。翼くん、センターラインを越えてセーブ。ドライブシュートだ。改めて強烈なシュート。近藤くん、これをブロックに行く。それ翼くん、ボールダッシュ成功。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の予定はまだまだ分かりません。このシュートに反応している。佐世くん、これをトラップ。いけ。はっ。長野くん、ここは抜かせません。そうはいかん。忙しいところ。翼くん、ここは抜かせません。それ。このスルーパスは通るか。パスを出します。やった。
秋山くん、素晴らしい横に倒す。伊沢くん、ここは抜かせません。チャージが決まった。タッチ、豪快にシュート。加藤くん、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。翼くん、素早くつなぎます。体ごとぶつかっていた。チャージが決まった。本田くん、激しいタックル。岩見くん、ゴールを狙う。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ワンタッチで送る。俺が必ず奪い取る。抜かせません。キープ力では負けんぞ翼。スライディングで止めた。みんな上がれ、なだれ作戦だ。なだれ攻撃だ。おさくん、パスを出します。やった。おっと、クロノス全員が前線に上がる。石崎くん、ここは抜かせません。近藤くん、横にかわして突破。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。翼くん、ここはパスを出した。ここからカウンターを仕掛ける。長野くん、ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。必殺のシュートでゴールを狙う。決死のセービング。加藤くん、これはキャッチできない。翼くん、タックルを決めた。さあゴール前だ。翼くん、シュートを放った。あれを決めなくちゃ男じゃない。決めました。おい、翼、どうした？今のシュートが肩に響いて。翼！松山くん。大丈夫だったか、翼。ありがとう、松山くん。礼には及ばないぜ。俺としたって、なるだけベストの体調のお前を倒したいからな。振り切った。よし、松山くん、勇ましい突破だ。高杉くん、タックルも決めた。ここはパスを出した。このパスは通らない。ドリブルと見せかけてパス。山村くん、山村くん、激しいタックル。パスを出します。山村くん、ここは抜かせません。横をスリーベタ。それ、あれ奪い返した。伊沢くん、パスを回す。杉くん、シュートだ。パスを受けた。杉くん、ここは抜かせません。松田くん、ここで止めた。時計はすでに30分を示しています。前半も残すところはあとわずか。パスを回す。松山くん、ここは抜かせません。翼くん、激しいタックル。さあゴール前です。長野くん、センタリングに合わせる。加藤くん、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。松田くん、横にかわして突破。高杉くん、ここは抜かせません。ここで止めた。横をすり抜けた。パスを回す。チャージが決まった。ここで早くも試合前半が終了。前半をリードで折り返す南葛、決勝戦進出へ大きく近づきました。よし、みんな汗を拭いて後半も頑張れ。はい。翼、まだいけるか。はい、大丈夫です。俺は負けんぞ。この日本では絶対に負けん。みんなの信頼に応えるためにも、昨日完成したドライブシュート、後半はこれで決める。翼は怪我を隠して戦ってるに違いないんだ。翼の分も俺たちでやるんだ。さあみんな、後半も気を引き締めていこう。今日勝たなければ明日もない。だから今
全力を出し切ってフラノを倒そう。もちろんだ翼。俺たちも一戦一戦全力を尽くして戦うぜ。力を温存するなんてことは考えてないぜ。俺たちは負けるわけにはいかない。前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。ああ翼のワンマンチームと言われてきた南葛、しかしそんなことは決してない。翼が怪我でいつものプレイができなくても、みんなでそれを補って助け合ってここまで勝ち進んできたんだ。そして翼もキャプテンとしてみんなの上に立ち、チームのために痛みをこらえ懸命にプレイをしている。わしは言えるぞ、この南葛こそまさに日本一のチームだ。昨年まで2度日本一の座に輝いたが、わしは今ほどこのチームの監督をやってよかったと思ったことはない。ベンチのわしは何もできん。みんなあと一息頑張れ。みんな後半もいつもの調子で粘っていけ。暑さなんかに負けるなよ。はい。よし行くぞみんな。明日のことなんか考えるな。後半も全力で戦うぞ。ああ頑張れみんな。暑さに弱いだとか試合の後半にバテるだとか、優勝を狙えるチームの出現は難しいだとか、いろいろ言われてきた北国チーム。でも見るがいい。連日の暑さの中堂々準決勝まで勝ち進んできたこの連中を。松山以外目立った選手はいない。でもやればできるんだ。練習量ではどこにも負けない富良野中。わしはお前たちに勝たせてやりたい。みんなを支えリードしてくれ松山。どんなに大変な怪我をしていても全力でプレイする翼くん、私には祈ることしかできない。これ以上怪我が悪くなりませんように。フラノ中が負けたら私はすぐにアメリカに。でも今はそんなことよりみんなを勝たせたい。今日まで頑張ってきた松山くんたちに勝たせてあげたい。火花散る両チーム、両キャプテン同士の戦い、果たして後半どのような展開を見せるのか。みんな向こうが全員攻撃で来るならこっちもフォワードからディフェンダーまで南葛の総力を上げて戦うぞ。ああへっ、こっちだって負けてないぜ。攻める時も守る時も俺たちフラノは一心同体だ。イレブン全員で戦うぜ。なあみんな。ああ負けんぞ翼。俺は負けないぞ松山くん。反戦キックオフ、パスを出します。なんかこの作戦指示が功を奏するか。チャージが決まった。このパスは通らない。松田君スペースにパスを出した。小田君激しいタックル、ここは抜かせません。大きくパス、これはタッチを終わります。フラノここでスローインを得ました。ここは抜かせません。スライディングで止めた。振り切った。体ごとぶつかっていった。南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。松田君ここは抜かせません。近藤君ボールダッシュ成功。松山君ここはかなり切り替えた。高杉君タックルを決めた。ここはパスを出した。杉君素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。ここからシュートに向かっていく。杉君またとシュートを放った。おっと
攻守交代だ。秋山君タックルも決めた。センターラインを越えて攻め込む。シュートを放った森崎君、ゴールを守った。それタケ、ここでパスカット。それ山本君、ゴールを狙う。防いだ。石崎君ダイレクトでパス。パスを回す。ここから一気に攻め込みたいところ。高杉君パスを回す。高杉君ここはパスを出した。ワンタッチで送る。パスを出します。キャプテンばかりに頼っちゃダメだ。高杉君俺たちだけで得点するんだ。素早くつなぎます。ダイレクトでパス。高杉君ここは抜かせません。もう俺が翼に勝てば流れがフラノに来る。松山君に勝って何かスペースにするんだ。ゴールは奪わせません。それここでスルーパス。ワンタッチで送る。ここはパスを出した。翼くんスルーパスを狙う。本田くんボールを奪うことができません。翼くんボールダッシュ成功。小田くんワンタッチで送る。滝くんパスを出します。松山くんボールを奪った。敵陣へ攻め込みます。これで決める。豪快なシュートだ。このボールに飛びつく。森崎くんボールはまだ生きている。すでに後半も半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな意味を持ちます。中里くんスルーパスを狙う。ここでスルーパス。岩見くんスルーパスを狙う。翼くん得意のヒールリフトで抜いた。近藤くんここで止めた。フラノこれはチーム全員で相手ゴールを目指す。雪国で磨いてきたこれが俺の力だ。決まった。松山くんの血を吐い砂塵を撒き散らす豪快な北国シュート。雪国の軟弱なグラウンドで培った足腰だからこそ打てるシュートでしょう。よし決めたぞみんな。キャプテン やられた。あれは波のキーパーじゃ防げないさ。俺たちキャプテンのロングシュートは無敵だ。大空翼のドライブシュートに匹敵するぐらいにね。あのシュートは相当訓練を重ねてきたな。松山くん、松山くんよかった。よし追いついたぜ。まだまだ同点ですよキャプテン。この調子で勝ち越しましょう。ああよし行こう。やるな松山くん。まだ同点だ。これからだろ翼。そうそう1点取ればすぐに勝ち越しさ。そういうこと。さあ気合い入れ直そうぜみんな。よし残り時間勝ち越し点を狙っていこう。ああ、いけ翼。スリー君秋山君タックルを決めた。ボール出して成功。タッキースペースにパスを出した。松田くん激しいタックル。チャージが決まった。そら激しいタックル横をすり抜けた。松田くん激しいタックル。翼くんセンターラインを越えて攻め込む。お箱のヒールリフトだ。近藤くんここで止めた。ここは抜かせません。パスを出します。翼くんお箱のヒールリフトだ。チャージが決まった。かわして振り切った。チャ
チャージが決まった。キスギ、キスギ君パスを出します。アウト。ドリブルを見送る。サラスを回す。近藤君パスを出します。チャージが決まった。松田君ここで奪った。山田君何残りパス。チャージが決まった。長野君パスを出します。体ごとぶつかっていた。翼君激しいタックル、かわして振り切った。また抜かせません。いけ野田君横にかわして突破。体ごとぶつかっていた。松田君翼これが最後だ。松山君俺は負けん。勝負だ。もらった。止めた。松山君勇ましい突破だ。まだ試合は終わってない。木杉、タケ、試合が再開されたらすぐ俺にパスを。何を言ってるんだ翼、そんな体で。そうだよ、いくらお前でも無理だぞ。翼にパスを出せよ木杉、タケ。え、翼は俺たち南葛のキャプテンだ。最後までキャプテンの指示に従おうぜ。石崎、頼むぜキャプテン翼。石崎君、中学を卒業したらブラジルへ行っちまう翼。でも俺本当に良かったと思ってるぜ。今日この試合で負けたとしても俺の中学サッカーに悔いはない。だって俺は今日まで翼、お前と一緒にサッカーをしてこれたんだもんな。ありがとうみんな。俺はこのチャンスに全てをかける。スローインでのリスタート。素早くつなぎます。はっ、ソラ行け。稲見くんワンタッチで送る。ここでキャプテンを信じろ。ゴール前へ行くぞ。翼だけに頼るな。俺たちが助けるんだ。ここは抜か、俺のドライブシュート、大空へ羽ばたけ。フェニックスが飛んだ。何？これはなんという奇跡。一旦はゴールポストに当たって落ちたボール、しかし残っていたドライブ回転でボールがゴールに飛び込んだ。不死鳥翼くんのドライブシュートは最後の最後まで死ななかった。キャプテン、もう残り時間も少ない。南葛はやっぱり強いよ。クソ、センターフォワードの俺がもっとしっかりしていれば。小田は確か旭川の高校へ進学する予定だったな。え、山室は農業系の高校へ、機械いじりの好きな若松は工業高校へ、近藤は中学を出た後自分家の牧場を手伝うんだったよな。キャプテン、この大会が始まる前、俺思ったんだ。俺たち小学校の時から今までずっとみんなで一緒にサッカーしてきた。でも中3の夏、この大会が最後だなって。負けたらその試合が俺たちの一緒にできる最後のサッカーの試合になるんだなって思ったんだ。だから俺たちの今までやってきた全てを出し切って戦おう。みんな、キャプテン、松山君パスを回す。タッチ、ここは抜かせません。松山君このパスをカットします。キスギ君激しいタックル、あっと奪い返した。松田君タックルを決めた。
チャージが決まった。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。それ長野くん、ハードを出します。近藤くん、ここで止めた。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す流れ攻撃だ。ハッくん、横にかわして体ごとぶつかっていった。翼くん、激しいタックル。さあ、試合も残りはいけ。ここは熱い展開を期待したいところです。これはキャッチできない。キスギ君、ボールを奪った。翼君、力を込めて強烈なシュート。加藤君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキック、どこまで運べるか。翼君、素早く繋ぎます。チャージが決まった。なんだと。近藤君、横にかわして突破。岩見君、激しいタックル。ここで試合終了の笛だ。南葛、明日の決勝戦へ進出決定。前人未到の3連覇までついにあと一歩まで迫りました。どうした翼、勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君、しかし翼、お前という男は、お前という男は最後の最後、本当に最後まで勝負を捨てないんだな。その象徴があのドライブシュートだ。ゴールポストに跳ね返ってもなお死なずゴールに飛び込むとはな、まさに翼自身だよ。さあ、しっかりしろよ。お前にはまだ明日が、決勝が残ってるんだ。ありがとう、松山君。さあ、立てみんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。キャプテン。みんな、整列だ。応援団のみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞ、フラノ。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去ったフラノの選手が今、応援団に挨拶です。しかしここまで本当によく戦いました、雪国の爽やかな選手たち、フラノイレブン。松山光、敗れたとはいえ、お前は立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかくハチマキ作ってくれたのにごめんな、勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように白い布に白い糸で。どうしたんです、キャプテン。キャプテン。監督、マネージャーは。マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。マネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たち、ずいぶん世話になっただろう。だから、戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが、時間が。おい、松山！車は
きっとまだどこかに。あの車か。藤沢、くそこの始終、藤沢。 I love you、 よしこ。松山くん、やっぱり最後にちゃんと。でも、もう。藤沢。え、どうやら間に合ったみたいだな。どうして。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山くん、あ、松山くん、足から血が。え、ちょっと待って。ああ、いいよ、ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山くんはいつも無茶なプレーするから一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。はい、こうやってしばらく押さえといて。サンキューマネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前がいけないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい、泣くなよ。だって泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。元気で行ってこいよな。うん、このハチマキ、お前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。うん、遅いなキャプテン。どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。あ、なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督、今空港なんですけど。お前本当に空港まで。これからサッカー協会の人に送ってもらいますので、宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理をしなければ今日の試合は勝てませんでした。絶対に勝って明日の決勝に出たかったんです。へえ、本当にお前というやつは。今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療とこの肩の包帯に書いてもらった必勝の文字のおかげですよ。先生そんなもの書いたんですか。ああ、まあな。先生、ここに
必勝って書いてくれませんか。必勝？俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝ってヒューガ君との決着をつけなくては。しかし東方のヒューガはこの大会全く試合に出ていないじゃないか。ええ、でもヒューガ君は必ず明日の決勝には出てきます。俺の日本での最大のライバルはヒューガ小次郎。そしてこれがヒューガ君との日本での最後の勝負になるんだ。先生、ん？明日の決勝戦、無理だと言っても俺は出ますからね。明日の朝スタジアムで治療するのも面倒じゃろ。今晩はわしの病院に泊まっていけ。はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対ヒューガ小次郎になったな。しかし気がかりなのはヒューガだ。明日の決勝にヒューガは出るのだろうか。出たとしても大空翼に比べてどの程度成長しているのだろうか。はっきり言ってこの2年ヒューガの伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、三崎、若林を苦しめた猛虎ヒューガ小次郎。しかし中学に進んでからはあの時の飢えた獣のようなハングリーなサッカーは姿を消しつつある。日本のサッカーのために俺は心底願う。猛虎ヒューガ小次郎の復活を。ブラジルへ旅立つ翼、その翼のいなくなった日本を任せられるのはヒューガ、君しかいないんだ。わし宛ての手紙、これは。前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけるでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。キャプテン、ヒューガさん。監督、本当はこんな真似死んでもしたくねえ。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン、土下座なんてそんな。お願いします、どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれた
キラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします、監督。キャプテンを出してあげてください。お前ら、全員グラウンドに出ろ。え？ヒューガ、この東方はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは？その原動力となったのは、フォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができれば、お前を試合に出そう。そうだ、二言はありませんね。ただし、この3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。は、はい、はい。準備はできたか？はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。え？このタイガーショットで翼を倒すんだ。これは？何？監督、時間だそうですよ。先に行け。わしがいてもいなくても別に大した違いはなかろう。小次郎、勝負はとにかく勝つことだ。勝てば誰も文句は言わんのじゃからな。俺にボールを回せ。必ず点を取ってやる。ゴール前まで死ぬ気でボールを持ってこい。俺たちのサッカーに負けは許されない。そうじゃ小次郎、攻撃は最大の防御。力で奴らをねじ伏せてやれ。キラの教えを体現し、勝つことに執念を燃やすヒューガ小次郎。全国少年サッカー大会第一試合では、その勝利への執念から翼率いる南葛 SC を制する。その後も優勝に向かって勝ち進んでいく明和 FC だったが、準決勝第一試合、松山光率いる北北海道代表の富良野小サッカー部との試合の最中、チームの要であるヒューガが体調に異変をきたす。小次郎、無理もあるまい。家計を助けるために商店街で手伝いをしながら、この明和を一人で引っ張ってきた。普通の小学生なら神経がズタズタになって当然のところだ。富良野との試合に勝利し、決勝戦へ勝ち上がったものの、ヒューガは倒れてしまう。だが、決勝戦当日、猛虎は見事に復活を遂げる。俺は今までサッカーにチームワークなんかいらねえと思ってた。でも、よく考えてみれば、俺一人でサッカーができるわけないんだよな。チームメイトを信頼するチームワークっていうのも少しは必要だったんだな。俺は今日の試合、何としても勝ちたい。みんな、あと一回力を貸してくれ。やはり小次郎は、虎は眠っていただけだった。たった一晩休んだだけで、一回り成長して虎は戻ってきたんだ。いける、いけるぞ決勝戦。
決勝の相手は初戦で勝利した翼率いる南葛 SC。 復活した猛虎日向小次郎と明和 FC は南葛 SC を苦しめる。双方ともに激しい試合を繰り広げ、延長に次ぐ再延長の末、勝利のゴールを決めたのは南葛 SC 大空翼。さすがだ、負けたぜ翼。惜しくも準優勝に終わった日向たち明和 FC。 しかしキラは愛弟子たちの力投を満足げに見つめ、そして東邦学園にスカウトされた日向の夢を後押しするのだった。埼玉の強豪明和 FC のキャプテンにしてエースストライカー日向小次郎。その攻撃的かつ力強いプレーからいつしか猛虎と呼ばれるようになる。明和 FC で日向ともプレーしたことのある岬は、全国大会優勝を目指す南葛 SC のメンバーたちに日向率いる明和 FC が一番の強敵になると話す。そこのエースストライカーの日向小次郎は翼くんと同じくらいの実力を持っているんだ。明和 FC 日向小次郎、お前が若林か。南葛 SC の紅白戦に日向が突如乱入し、天才ゴールキーパーと名高い若林に勝負を挑んでくる。行くぜ若林、天才キーパーの実力がどれほどのもんか試させてもらうぜ。その荒々しいプレイスタイルを見せつけ、若林からあっという間にゴールを奪い、日向は去っていく。翼、俺たちは必ず全国へ行く。日向小次郎も必ず来るだろう。この借りを返すのはその時だ。県大会を制し全国大会進出を決める南葛 SC。 若林の言葉通り、明和 FC もまた全国大会への進出を決める。俺のサッカーは負けないサッカー、どんなことをしても勝つサッカーだ。全国大会第一試合で早くも日向と対決することとなった。全国大会に優勝するのは俺たちだ。だから当然この試合も明和 FC が勝つ。翼と日向両チームエースが激突。激しい攻防の末、南葛が先制点を挙げる。優勝するのは明和じゃない、南葛だよ。全くノーマークだった大空翼という少年によって点を先取されたことで、闘志の炎を激しく燃え上がらせる日向。俺のサッカーはお前らの遊びのサッカーとは違うんだ。遊びなんかじゃない、サッカーは俺の夢だ。激しくぶつかり合う翼と日向は一進一退の攻防を見せるも、日向翼をも驚かせる勝利への執念を見せ、第一試合は明和 FC の勝利。翼に初めての敗北を味わわせる。だが最後の競り合い、あれは完全に俺の負けだった。日向翼個人との対決には敗北を感じるのだった。